はい、どうも、ヒログランスです。今回もスパイダーマンやっていきます。さて、だいいぶ。や、MJ、ちょっと人間性に関わる質問してもいい？友達に愛想尽かすのってありかな？ピーター、それって、オットーのこと？やっぱバレバレ。気持ちはわかるけど、高潔で心の広い私なら、なしって言う。本当の友達は道に迷っても見捨てないものだし。でも、オットーの場合は、何とも言えない。あなたの知ってるオットーがまだ残ってるかはあなたにしかわからない。もう別人なのかもしれないけど。そうだね。ありがとう、MJ。ちょっとゆっくり考えてみるよ。いつでも電話して。相談乗る。だいぶ、収まってきたのかな？まあ、煙も上がってますけど。さあ、これで全部カバーしたんじゃないか？ね、全区域カバーです。さて、フィーストに戻るか諦めじるゃ。つもりはない。僕も。えい。そこに置いて、マイルズが戻るまでは食事だけでも出してあげなきゃ。あら、ピーター、来てくれたのね。元気でやってるの？元気だよ。おばさんは調子は？もう、てんてこまい。ああ、手伝う。大丈夫？平気よ。自分もただの人間だってことを受け入れろっておばさん言ってたよね。ほんと、弁そっくり。私の言葉を使ってお説教。心配しないでちょうだい。少し疲れてるだけ。マイルズは来ないの？来るわよ。救護センターに医療品をもらいに行ったの。抗生物質ってあっという間になくなっちゃうのね。おばさん、とりあえず横になって。僕はマイルズと一緒に荷下ろしと手続き済ませてくる。いいわ。でも、いつか名誉挽回のチャンスをちょうだい。マイルズ、電話に出て、君のことまで心配させないで。したら危険だ。囚人だけでこんなことできるなんて。まるでブルドーザーが押しつぶしたみたいだ。前に進まなきゃ。抗生物質を見つけるんだ。まさかの。あの巨人が敵をぶん殴った時、すげえ音してた。気をそらさなきゃ。ハッキングできるかも。急がなきゃ。超えられそうだな。よし。あのテントに薬がありそう。思ったより楽勝。思ったより楽勝だって。お前らこっちに来い。はいはい、今行くよ。ガーゼに用途か。抗生物質はないな。他を渡らなきゃ。うわ、なんかボコボコにしてるな。向こうに医療品がある。バレないように進まなきゃ。フル嫌いのあれに殴ってるよな。どうして躍起になってこの救護センターを狙うのかね。オズボーンのせいだ。
ッション丸ごともらえるんだから、どうでも違いだな。そうだな、高く売れそうなもんがワンサー。補給テントがあった。救急キット発見。抗生物質はないな。くそ、なかなか頑張ってるんだが。あいつら物資を山分けする気だ。誰がいんのか。スナイパーを避けないと。オッケー。高級品だ。これだといいんだけど。アモキシリン、ビンゴ。あいつすっごいでかいな。のブルドーザーだな。供給路の場所と日程は言え。警告したぞ。諸君、お詫びしよう。私の連れは礼儀知らずでね。彼の辞書に説得という言葉がないんだ。やめろ。ああ、見なきゃよかった。なんだ。調べろ。行け。バレてないはず。早く逃げなきゃ。あの穴、下を通れるかも。今度は電気で遊ぶのか。俺はお前と遊ぶ。お前はバカか。殺さないって約束してやる。こっち見るな、あっち向いてろ。いいよ。うわ、やばい。危なかった。出口に近づかないと。もう遊びは終わりだ。これか。どこだ。どこだ。どこだ。あ、もう嫌だ。早く逃げなきゃ。罪にを解けてもらうしかない。どこにいるんだ。ありがとうね。今だ、ほら、行け。
メイに教えてあげなきゃ。話してくれ、さっさと財布をよこせ。誰か、おい、話してやれ。いい度胸だな。暴力振るうなんて間違ってる。なんだよ、調子に乗んな。確かじゃって腰はまっすぐ。何言ってんだよ。何も言えねえようにしてやるか。いや、やめとく。やるかって、挑発ダサすぎ。マイルズ、やっと繋がった。平気？こっちは無事。それよりさ、言わなきゃいけないことがあって。よくやったね、マイルズ。しばらくフィーストにいて、奴らがシェルターを襲わないとも限らない。そのつもり。また何かあったら連絡する。オッケー、ありがとう。さあ、無事ね、マイルズ。おっと、ライノを探す。ライノの狙いが分かった。オズコープの救護センターを襲う気だよ。次の狙い、心当たりあるかも。地震の通報があった場所か、破壊レース開催中のハーレムセンター。それ絶対ライノ、向かうよ。戦えるの？頑張る。ヘトヘトだけどね。乗り切りましょう。応援してる。さて、ライノはどこ、 3キロだろう。なんかないかな。ファストトラベルか。ライノ出てこいや。ボケ。あ、目的と手段ってやつだ。目的が同じだから手を組んだ。じゃあ、この手段の目的は何なの？自由。本物の自由。もうスーツはいらない。もう何もいらない。はい、チャガリー。ああ、いいスーツなのにな。ハイテクっぽいし。礼を言え、虫キラー。スーツがなければ暴れ回ったりしなくなる。君とのおしゃべり結構好きなんだけどな。面白いヘナチョコ野郎。その可愛い顔をぶっ潰すのがかわいそうになってきた。ぶっ潰すけどな。はい、余ってたぜ、これを。なんてか。よく言われるんですよね、そういうことで。
それで終わりだろ。え、3回だよ。それじゃライノ、そろそろ。なんでこんなデクノボーに一人前の仕事を任せるのだ。さっさと終わらせるぞ。スコーピオン、横槍入れるんだったら先に行ってくれる。私が来なかったらどうする。命乞いしてたのか。そうだよガーガン、見かけによらず頭がいいな。ああ、血は喧嘩みたいで可愛いな。だろうな。危ない危ない危ない。どうにかして捕まえなきゃ。ガジェット使う。スコーピオンを先倒した方がいいか、これ。スコーピオン、望みは何だ。オクタビアスと何か約束したんだろ。金だ。ガーガンの頭は空っぽだから金しか考えない。おざっ、クモ男の正体を暴けるならただでもいい。オッケー。なるほど。普通にウェブを当てて近づいて三角みたいな感じなんですよね。煙出てからね。もしかして僕ってお呼びじゃない感じ。あとは二人に任せていいの。どけガーガン。終わりです。まだ余裕だよ。そろそろ観念しちゃえば。秘密にするから。それじゃお前をぶっ潰せない。そんなの楽しくないぞ。いいよ。はい、終わりだぜ。忘れそうだからやめとく。このままもしかしてラストで死のレッスン受けてた。セラピー的なやつ。俺が負けるって。ああそうさ、この化け物め。
しばらく一緒に過ごしたらちょっとは仲良くなるかもよ。ユリ、これで4人倒した。あとはオクタビアスとリーだけ。その2人を倒したとしても一見落着とはいかないわ。デビルズブレスが広がる一方なのに解毒剤のニュースは何もなし。オズコープの奴ら金に目がくらんだのかも。我らが主張は期待できそうにないね。デビルズブレスのことは仲間が調べてる。ああ、ピーター、町と州と連邦のデータベース調べてみた。デビルズブレスのラボがあったとしても記録はゼロ。あとはもうノーマンの個人ファイルを調べるしかないんじゃないかな。オフィスにある PC なら調べたよ。もしかしてペントハウス？あそこはセーブルたちだらけで、見つかったら10人まで巻き込んで大乱闘になるよ。うん、でも私だったら気づかれずに済むかもって忍び込んでラボの場所見つけたら脱出。トラブルが発生したらすぐ連絡するから。オッケー、危険だけど場所は知りたいしね。でも忍び込むのは僕が近くに着いてから。待ってるね。はい、ということで今回は終わりになります。それではご視聴ありがとうございました。